どうも、中島ゆきのです。今回ヤミーさん、古澤武さん、そして中島ゆきの、この3人でお届けするアジアでヒットしました楽曲を集めたカバーアルバム、アジアンヒットインジャズ、こちらをリリースすることになりました。ヤミーさんと古澤武さんとの出会いは、ヤミーさんもともとお知り合いだったんですが、サウンドステージさんの、ヤミークリスマスショー、こちらが去年、サウンドステージさんで放送になりまして、古澤武さんとそこで出会いまして、3人が揃ったところでこの企画が生まれました。私はジャズというアレンジで歌わせていただくのが今回初めてだったんですけれども、レコーディングをしていてとてもとても楽しくて、3人のハーモニーがとても心地よくて楽しくレコーディングすることができました。今回ですね、どんな曲が入っているかといいますと、例えば、キロロさんの未来へだったり、ミーシャさんのエブリスティング、そして中島みゆきさんの糸、マキアモリキさんの一つだけの花、そしてみんなで3人で歌ってる曲などなど、本当にたくさんの、素晴らしい楽曲をカバーさせていただきました。このリリースにあたって今回ツアーが決まっております。ツアー日程はですね、10月4日福島で行います、酒蔵で行います、新田本家さんでのライブがあります。そして10月7日渋谷 JG ブラッド、こちらはピアノの栗山琴さんをお迎えしてお届けします。そして10月11日、京都ラグというところで、もう本当に3カ所パパパッと、みんなでツアーを一緒に回るので、ぜひ各地、近い方、お近くの方はぜひぜひ、私たちの歌、そして、みんなの演奏をぜひ聴きに来てほしいなと思います。それでは会場、そして CD で、お会いしましょう。中島ゆきのでした。